パワーアクセルは PS3 で採用されているセルブロードバンドエンジンを IBM が独自に改良したヘテロジニアスマルチコア型のマイクロプロセッサである。IBM はセルを B2B ビジネスとして展開していたが、科学技術計算で必要となる倍精度不動小数点演算では処理能力が1、10に止まり搭載できる最大メモリ容量も限られていた。そこで、 IBM はセル BE プロセッサの改良をロードマップに掲げ2006年9月6日にはロードランナーでの採用を明らかにし2007年4月19日のクールチップス X でその概要を公開した2008年4月3日にフィックスターズが最新型セル BE プロセッサ搭載のアクセラレータボードギガクセル180を 同年8月中旬より出荷することを発表。そして、IBM も2008年5月14日に、第2世代のセル、BE プロセッサとしてパワーアクセル 8i を搭載した、ブレードサーバー、ブレードセンター QS22 を発表した。その後、12,960個のパワーアクセル 8i を搭載したロードランナーが世界で初めて1、プフラップスの処理性能を達成し、 トップ500の1位を1年にわたって飾るなど、HPC 業界を賑わせたが、グップグップーの台頭もあり2009年11月に、パワーアクセルの開発中止が明らかとなった。なお、エネルギー消費効率を競う、グリーン500ではパワーアクセル 8i を使用する、スーパーコンピュータが2年もの間1位以下を独占し、クペイスは2011年まで上位に残り続けた。 IBM 世界初のセルブロードバンドエンジン搭載のスーパーコンピューターの開発に着手 IBM 倍精度の不動小数点演算能力を4倍に高めた新型セルをクールチップス X で紹介フィックスターズ最新型セル BE を搭載したアクセラレータボードを発売最新のセル BE プロセッサーを搭載したブレードサーバー米エネルギー以上 IBM のスパコン、ロードランナーが一プフラップスを達成と発表を、スパコントップ500ランキング発表 PS3 の、セル採用の IBM、ロードランナーが、主意、後藤弘持のウィークリー海外ニュース、CPU と GPU の境界がなくなる時代が、始まる2009年のプロセッサハット IBM、セルプロセッサ開発中止の噂に、コメント IBM のスーパーコンピューターが、 エネルギー効率の高さで世界一にありがとうございます。